はい、金曜のカオス50回記念放送スペシャル。スペシャルってことで、なんとですね、50回なんですよ、今回で。ね、今日で。今日で、今日で放送50回目。イエーイ、ありがとうございます。今まで出てくれた方々に、ちょっと今日はね、ゲストで出てもらってるんですけど、じゃあ、端からどんどん紹介していきましょうか。チームパンダの、サイコソースさんです。イエイイエイ。誰呼ばれてない、誰ですか、呼ばれてないの。そうでしょ、呼ばれてないことないでしょ。呼ばれてないことはないよ。ね、誰名前書いてください。ね、じゃあ、あとこの名前順にいきましょうか。ですね、デジタルシージャンキースのボーカルのハリケーンさんです。イエイイエイ。さあ、あと、フロムダスクティルドーンっていうバーの、オーナーじゃない、店長、オーナーだよね。オーナーの、ロミちゃんです。イェイ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 。あと、芸人の橋山芽郁くん。イェイイェイ。もう今日もノリノリだね。あとは、グライドカウンセルのスタッフのヤマさんです。イェイイェイイェイ。バービックタイプの、よしとくんです。イェイイェイ。あと、あ、まだ来てない。で、あとは、そう、よく釣られてたり、あと弾き語りしてるともみちゃんです。イェイイェイ。あと、よく釣られてるおーちゃんです。イェイイェイ。そう、あと、アダルトグッズ作ってるのぶおしょうさんです。イェイイェイ。で、サムライメタルショーの林優です。はい、ってことで、こうやってお送りしていきますが、今日ちょっと人数がすごいですね。50人いますから。そう、まだね、あっちの方にいっぱいいますんで。人数がカオスとか。そう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 。まあまあまあ、ちょっととりあえず飲みましょうか。で、なんか流れましょう。じゃあ、まあ、ドリンク作ってる間でちょっとちょいちょい喋りましょう。呼ばれてねえって誰だ、誰同じ IP だしねえ、誰だ、呼ばれてない、みんな呼んだよね。だ多分みんな声かけた気がするけど、あ、でもな、うん、でも何か、あの、ねえ、もしあれだったら今から来てください。あの、新宿の某所でやってますんで、あの、ね、来たことある人だ、来たことある人だったら分かる。そうだろう、ね、そうそうそう、いつもの放送の場所。そうそうそう、あ、ゆうげさん、わしメロンソーダで、メロンソーダ、メロンソーダ、わしあったかい紅茶で、焼酎の人、焼酎の人、1、2、3、4、5、大丈夫です。あ、焼酎、焼酎で、焼酎をウーロン割りに、みんなウーロンで大丈夫かな。てか、りょうさん可愛いですよね、メロンソーダ。そう、あの、さっきね、バーガーキングどうしても食いたくてね。ピクルス抜きってたのにね、ピクルス入っててちょっとイラッとしたんだよ。ピクルス嫌いなのですか。嫌いだね。私ピクルス大好き、もらいに行く。マジで今度なんか食べてきたら、いや、あげるあげる。ピクルスこっちに多めに入れる。なんで、どうしたどうしたどうした。みんな焼酎で、うん。あのみさん、俺、あそこにうどんだけ。ジャックダニューコークのジャックダニュー抜き。ジャックがない。あ、オッケー。ジャックダニュー。コーラがねえんだ。ジャックコークのジャック…何抜き？ウーロン茶とウーロン茶がいいな。そう、なんか、あの、そう、なんか結構ボケてくれる人とかがいるんですけど、なんか私がちょっと理解力がなさすぎて、いつもあの西郷さんがね、あの、いろいろ説明してくれるんですよ。なんか今面白かったところは。なんかそれはまるでゆげさんをが言ってることをジュさんが強くしてくれる。あ、そうだね、同じような感じだよね。ウーロン
そう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 。そうだ、今日ユゲンさんに賞をお願いしなきゃいけない。お、え、賞？賞。ね。賞。あ、本当？あ、そうそうそう、なんかあれなんですよね。じゃあもう今のうちなんかもうポンポン設定していきましょうか。で、ともみちゃんがまずね、CD 発売するんだよね。はい、ね、その CD を今日は2万名様に、おお、応募者2万名様にプレゼントしない。もちろん、オフコース。グラスください。あ、グラスが2個かな。2つ、あと2つお願いします。なんか家でみんなで集まってるみたいで、宅飲みみたいな。ねえ、なんかいいよね。ちょっとフェードアウトしたら、ちゃんと入ってね、入ろう。全然横ついじゃん。ちょっと詰めようか。よいしょ。わしね、なんかよいしょ。すごい音。そう、休みが細すぎちゃってね、なかなか動けないですよ。確か暑い、いつもより。しかも、ね、暑い、今日すごい暑いよね。すごい汗が。足が当たる。さっき銭湯入ってた時より汗出てる。そうそうそう、もう一回入りに。もう一回入りに。帰りに。帰りに。テルマエの隣にいる。テルマエに行けないんですよ。そうそうそう、テルマエ、ね、行ってみたい。テルマエ、あ、行ってみたいね。だからできたから行けると思ったらタトゥーお断り、うん、ああ、結構ここの大半の人多分入れない。テルマエ入れる人の方が少ない。でもね、あの上野の温泉すごいいいよ。銭湯、あ、そうそうそう、銭湯、銭湯、あそこいいね。あそこ超いいよね。そう、一回あの行ったんですよ、サイコさんと一緒に。なんかあんちすごい良かったですよね。ゆげんさんが、ありがとう、塚さん。終わる感じ、終わる感がすごいですね。お前ら銭湯入れないだろ。入れねえから。そう、入らないんだよ、みんな。銭湯入れるんだよ。銭湯入れるんだよ。スーパー銭湯は入れない。スーパー銭湯入れねえんだよ。そうそうそう、スーパー銭湯ですよ。じゃあ、あの CD 発売のあれをあの出してもらっていいですかね。あの女の子が、なんだっけ、CD の名前。セントセ、セントセや、セントセや、セントセ、あ、そうそう、セントセっていうね、 CD が発売いたしますよね。あ、これね、値段は、値段まだ決めてない。値段見て、はい、そんなことある。今決めよう。15,000円。お、16,000。セリみたい。2万円。2万円。セリみたいな。ね、これね、発売中ですのでね、ね、買ってください。みんな買えよ。みんな買ってください。買ってください。イエイイエイ。で、あとは、そう、のみちゃんね、フロムダスク、今放送してる曲からちょっと近いんですけど、場所が、はい、地図だけ送ってあるんで、地図、あ、そうそうそう、これね、そう、そこにありますんで、ぜひぜひ、てください。今、スクショしてね。これ、いける、つけるかも。フロムダスク飲んで、しかもなんか全部英語なのがかっこいい。そうだね、みんな全部英語なんだけどね。まずイーストエグジットでなんか迷いそうです、ね。そうだね、なんか、まあ、新宿ロフトとか、あとホテルリストとか結構ね、有名な。1階がね、ミシリっていうラーメン屋さん。階段に黒人がよくいる。そう、階段前にね、黒人がよくいる。黒人もスタッフなんだよね。セキュリティみたいな。この後出勤です。そうそうそう、お、今から出勤。出勤だ。どうでもいいよ。そういうのもあるからね。ぜひね、飲みに来てください。あとね、メイデン君がね、なんだろう、あ、送った順に画像をポンってお願いしていいですかね。なんだ、童貞マリオミヤなんですよ。プロレスイベントに。あ、プロレスイベント12月24日出ることになりまして、はいはいはい、森江貴文社長と K-1 とかの石井館長のプロデュースのなんかやつで、出演者が全員素人ってことで、
で、その仕事の中に僕は童貞芸人として、で相手も、本当に童貞なんですか？相手も童貞で、下の方ですね、宮村マリオ、はしゃめに童貞対決。え、メイデン君は本当に童貞なの？童貞です、DT、ドリームシアター。ドリームシアター出た。いただきました。SNS のクロート両方。あ、両方も本物です。え、本番は本当にない？ないですよ、ピンサロだけです。ああ、じゃあ素人童貞。素人童貞。いやいや、ピンサロは入れてないんで。あ、そっか。じゃあうどんとしか。すごいな、あの年で三国一のうどんとしょうがない三国一で働いてるうどんさんいるんだけどね、あの童貞芸人さんそうそうそう、皆さんね、よかったらね、これこれ何日だ12月24日、クリスマスイブになぜか童貞が集まってクリスマスイブに童貞が集まるイベントやりますんでね、そのトゲトゲつけたまんまやんの、もちろん童貞ヘビーメタだってこと、童貞ヘビーメタル、すごいな、うん、ね、全国のヘビーメタル入れたらもう血まみれみたいなね、そうそうそう、あのね、ここにね、あのメイデン君のツイッターになんかいろいろ情報載ってますんで、よかったら見てみてください。そうで、あとサツサツサツ、ハリケーンさんのライブ、おこれヘブンストアで、ヘブンズ三茶ですよ、デジタルシティジャンキーさん、ザ爆発者、被爆者、被爆者、結構ちょっとまずいんですけど、あ、そうなんですよ、まずいのばっかり集まって、まずいのばっか、おお、すごいですね、漢字が読めないですよね、いや普通読めます、読めます、ちょっと私漢字ちょっと弱いんで、妖精たち、妖精たち、妖精たちはあのベッドインの香里さんの、おお、ボーカルやってるバンドで、秘密のさくらんぼ、あれはさくらんぼですね。あれ、うん。あの被爆者はあの流血ブリザードの、あ、ボーカルのユダ君が、書いてありますね。はい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 。なるほどね。でこれが12月10日ですね。12月10日。前売りが2000円で当日2500円。安い。で、これだけで終わりではない。なんとですね、流血ブリザード、ね、あの同じレベル殺害演歌ビニールの流血ブリザードの10周年のワンマンが、あの大阪なんですけど、キングコブラで、キングコブラ、大阪の震災場所のキングコブラで、あのワンマンやるんですよ。で、それにあの僕もあのゲストボーカルで、おお、すごいね。だからあの関西の方、あ、もうね。シークレットキスありでね、もう今発表されて、いろいろ出るんですよ、歴代の流血のメンバーとか、あー、なるほどね、それ言っていいですか、大丈夫ですか、もう告知されてるんでね、なんかそうシークレットで、これはおすすめですね、でこれはぜひ大阪の方も大阪じゃない方もぜひぜひぜひ来てください、遊び来てください。狂気鬼畜ワンマンリターンズ大阪編、東京はあの一発やったんですよ、はいはいはい、これが大阪編で、どっちか分かんない、ホームなんで、あの流血の、はい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 、大変なことになると思います。あ、すごいですね、もうぜひぜひ、でそれでこれで終わりではない、もう一本お願いね、もう一本、12月18日日曜日、目黒ライブステーション、これあのその流血のワンマンの翌日なんですけど、もう新幹線で帰ってそのままライブ、あ、もう帰ってきて、そこ、これ目黒ライブステーションで、ほう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 、5時から、5時半、あ、5時半からですね、これがもう年内最後ですね、あ、今年最後の流血さんですね、あ、違う違う違う、すいません、もう流血は前日、そうそうそう、連日です、すいません、なんかさっきからもう何回も間違えちゃってるんですけど、申し訳ないです、いや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 、もうよろしくお願いします、もうよろしくお願いします、あの、だがしかしさんとかね、そうそうそう、読めた、そうそうそう、読めた、バグープロジェクト、ツージーズ、曖昧中毒、ピノキオ、ニラ、あれ、ツージーズさんもあれですか、そうなんですよ、一緒に帰ってくる、そのキューピークレイジーのベースのあのツージーさんのバンドソロでやってる、なるほど、じゃあもう年内最後ってことですね、そうですね、18が、よかったらぜひ遊び来てください、ぜひ来てください、あと私の告知を、あとあの
もう一個ね、あのエミちゃんの告知があって、多分最初の方ですね。あ、これね、はい、私の働いてるバーティティツイスターで来週の水曜日にスケベな英会話教室やります。で、参加費3000円で、で、後で遊ぶのも可能です。で、あと10日忘年会やるんで、英語ランクの美味しい国産牛ですき焼きパーティー。でも超いいじゃん。そう、食い放題。そう、3000円で食い放題。あ、それはまたちょっと、あ、それまた違う感じ。それは違う感じなんですけど、予約制ですが、3000円の食べ放題だったら潰れますね。3000円の食い放題だったらね、普通に食べ行っちゃうけどね。あの、プレイなしで食べ、プレイなしで、じゃあ食べててください。メルリョウさん食べてる女の子吐かせてよ。そう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 、いいね。池の見ながら食うとかね、最高です。すみません、2枚目をお願いします。あ、2枚目の、ちょっとこれ、これ最近の私的仕事中、グレースニュートラルちゃんが来店してくれて、こういう豪華なゲストがちょこちょこ、うちのバーに来てくれそうな感じなので、うん、グレースは釣りどころがいっぱいある。そう、釣れるので、縄好きな人はすごいおすすめします、ね。そう、そう、場所もすぐそこ、ね、すぐそこです。私この後出勤です。ね、アップになった。ほんとかわいい。この子目ん玉タトゥーしてるんですけど、ね、あ、ハイボールタトゥーだね。ハイボールタトゥーしてる、はいはいはい、すっごいかわいい。性格いいかな。サイコさんがやるって言ってる。やるんですよ。で、公開、公開、うん、公開、ここでここでやりましょうか。じゃあ、あのね、公共しいですね。そう、え、公共やってもらうよ。公共やってもらうよ。やだよ。それはやだよ。ねえ、なんか、なんかさ、あれやったじゃん、チンコの皮さ、ハグ、うん、手術、包茎手術、そうそうそう、包茎手術をやってから、あれだから、なんか年1ぐらいでさ、改造していこうみたいな、うん、話をしてたじゃん。いいじゃん。じゃあ、チンチンはついてるけど、おっぱいはついてる。おっぱいもついてる。あ、どっちもね、ついてる。どっちもついてる。完璧だよ。アサイが好きなやつ。アサイも好き、それ。そう、顔が可愛くないで。でも、とりあえず。あ、でも、かわいい、かわいい。かわいいじゃないですか。かわいい、かわいい。あの、メイク掘っちゃう。ああ、そうか、そうか、そうか、それで、そう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 。ね、ユーゲンさん、でもね、本当に黒のところだけさ、タトゥー入れたらさ、金浮くんじゃん、ちょっと、メイク代。メイク代浮く。ね、すっぴんでごめんねって言えばいい。タトゥー代の方が高いんじゃん。そう、バッチリしろよ。え、だってタトゥーずっと、何年もっていうことを考えたらってことでしょ。そうそうそう。だから乗り気じゃない。たまに乗り気じゃない。あ、たまにモテようと思うんですよ。うん、ね、たまにモテようと思っちゃう。いつもモテようと思って。あ、いつもモテようと思って。だから白塗りなんでしょ。そう、好きな時も言うけど、その顔で聞かれてる。あ、そうだったよね。葬式の時に。あ、でもね、そう、ユーゲさんに一回死ぬ時に、もしね、交通事故とか病気とかで死んだら、りょうくんに、なんか、ようの白塗りをお願いしたいって言う。あ、そうそう。だから、りょうくんにはもう、ようが死んだ時に、白塗りしてねっていうのは頼んである。あ、ようが死んだ時に。ようが死んだ時に。いつ頃の予定なんですか。いつ頃の予定なんですか。死ぬ予定のね。ご予定は、おいかがで。おいかがでしょ。お忙しい。お忙しいよ。死なないんじゃない。確かに、死なない。ゆうげさんね、意外と、ね、死なないよね。神でアイドルだからね。妖精だからね。要は神でアイドル。ねえ、ゆうげさん。魔王ですね。魔王です。そうそうそう。仮想にしようか。魔王。そう、魔王ね。あ、魔王さん、すぐ返信ねえわ。そう、だから一応声かけたんですけどね。うん。あ、そうだ。住田エミリちゃんのコメントくれてる。え？住田エミリさん。あの、ニューハーフの。おお！前来てくれた。エミリちゃん。エミリちゃん。私のことです。ね、あのフルネームだとね、エミリちゃん、よかったら、今から間に合いそうだったら来てね。確かにね、そうそうそう、東京の青い空。東京の青い空。なんか聞き覚えがあるやつ。東京の青い空。サザエウニと東京の青い空はちょっと俺、聞き覚えがちょっとあるかな。何のやつなんですか。いや、あのゲゲゲの鬼太郎のサザエオニ。あー、キャラクターの。キャラクターですね。はいはい、東京の青い空っていうのは。東京の青い空って、うん、あのずーっとあの道端で発するやつがいるんですよ。へー。岸外が。岸外が。ゲゲゲの鬼太郎の中でですか。い
や、それは違う、それ現実で。あ、それ現実で。あ、私あのおじさん大好き。そう、性の喜び。あ、そうそう、あ、それもうちょっと上のタイプのやつですね。え、東京の青い空ってずっと叫んでるんですか。やばいですね、怖い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 。たまにいますよね、そういう人。うん、電車とか結構いるよね。いや、サザエオニ、サザエオニかわいい、私好きだ。サザエオニ、サザエオニ、じゃあなんか癖になってますね、サザエオニ一回言ったら。サザエオニ、なんかリョウさん好きそう。あ、かわいい。そう、なんかあのあれだね、なんか東京の青い空さん、ちょっと見てみたいけどね。でもなんかあの電車でよくいるよね、なんかブツブツ言ってるやつ、ね、ブツブツ言ってる人。それ私だわ。なんかじゃあなんかね、なんていうの、店内放送っていうかさ、あのなんか上位で、なんていうの、あれ車内放送、そう、車内放送の真似してる人とかね、ずっと真似してる人がいてね。大概やばいよ、電車。え、どんなこと言ってんの。なんかね、もう次は下北沢、下北沢みたいな、ツイッターとかに結構ずっと言ってるんだけど、もうなんか結構似てるから、私も結構混乱しちゃって寝るに寝れなくなっちゃったりとかして。あれ、なんか最近総武線にね、毎週会うんだけど、毎週会うんだけど、ラッパパーラッパパーって言いながら浴びてるんです。あとで、なんかナイターをずっと永遠に言ってる人も。りょうさん、りょうさん大和市じゃないですか、相鉄線ある、うん、ありますよね。実家相鉄線乗ってたら見事に格好が車掌さんなんですよ。だからね、カバンもなんか電車の運転手さんのカバン持って時刻表出して、なんかこうやってやってたんですよ。なんか一生懸命それ氷ください。だからあの車掌さんだと思ったら、ただの電車オタクだった。あー、そういうね、もうなんかもうなりきっちゃってて、はしゃおらーいとかなんか言ってるから、なんかこの人ずいぶん大きい声で言うなと思ったら、パチモンでした。混乱する、混乱する。そう、あとね、私ちょっと話変わりますけどね、あの先週かな、あの久々にね、職務質問会いましてね。あら、いいな。そう、あのあれですよ、西新宿でね、30分も野ざらしされてね。そう、雨ざらし、雨ざらし、すごいですよね。じゃ、なんかあの薬の関係のやつで言われたんですけど、やってるわけないじゃないですか。もう、もう覚醒剤が。そうそうそう。なんかね、いろいろやっぱね、そこチンチンまで触られましたよ。そう。チンチンの横だ。横のところにこうやってね。え、なんか出てくる。うん、ね、危うくね、勃起するかと思うんですけど。その時にあえて勃起すればよかったのに。で、触られてね、周りに触られて勃起した。あーんとか言えばよかった。その時は持ってなくて、あ、違う、その時はとかね、いつも持ってないから。うん、ダメ絶対。そういうのダメ絶対。やりたい人はアメリカに行きましょう。みんな有限さんの友達って書いてある。みんなね、友達だよ。違うと違う。違わないでしょ。ねえ。なんでなんで友達って言うんですか。ゆうげんさんね。あ、じゃあこのメンツでゆうげんさん家で鍋やるとか。あ、でもなんか汚いんですよ、ゆうげんさんの。汚い、汚い。死んだくないからいい。あ、ありがとうございます。言うんだったら、みんなで鍋しよう。ねえ。あ、家で。忘年会で、あれなんかあのゆうげんさんのさ、あの階段登るまでさ、両手にあのね、ラッカースプレー持ってあの、こうやってシャーシャーシャー、駅からずっと矢印かけてる、駅から矢印かけてる、ずっと矢印かけてる、ゆうげんさんの顔を見る、いいです、やろうよ。それはそれこそあの、あ、明日はね、クロムタスク忘年会をありますんで。忘年会あるよね。え、何時から。9時から、オープンからで、 DJ が9時から。DJ が9時から。ヘッドホンの安座さん、なるみさんと、うん、あのマッシブの増田さんと、うんうん、あと林くんと、あ、吉田くんも出てくれて、うん、吉田くんとヤーユーかな。ほうほうほう、いいな、新宿、楽しそうで。なんかね、忘年会早くねって言ってるんだけど、だいたいね、あのね、この時期だし、あと会社が年末にやるから、うちの店も、じゃあ早く早くあ、忘年会ね。ね。12月20日あたりは会社がやっちゃうからできないのよ。店も開いてないし。確かに。そうなんだよ。わし、あ、でもな、忘年会やりたいな、わしも。そうですね。りょうさんも。りょうさんの忘年会行きたい。去年ね、結構何回か忘年会やったんだよね。1回だけだっけ。
何回もやる、どっちやん何回もやる、何回もやんないな。新年会と忘年会がちょっと近くそう、うん、短いからね、うんうん、2回ぐらいやってる感覚だ。忘年会やりたいですね。ゆうけんさんちでやるよ。やりましょう。やだ。家どこなんですか。遠いから。家なんだっけ。あれ地図出ないのさっきみたいな。ゆうけんお願いします。お願いします。ゆうけんちゃんここなんです。で山ごと。住所と。ねえ本名の方でね。本名の方。悪の方で。悪言うな。悪言うな。悪隠してる。悪隠してるの。隠してないでしょ。いやでも悪君隠してる。隠してる。幽玄だからな。なんでこの手の幽玄だからな。でもだってなんかでもりょうさんほどなんか全部出しちゃってる人いないもん。そうだよね。自分でこの間安藤さんがさ、安藤さんがさ、誰と思ったら、あ、りょうさんだ。安藤さん。そう。安藤さん。でもね、別に普通に本名だしね。そうなんですね。うん。そうなんですよ。サイコさん喋ってるね。サイコさんね、人見知りですからね。うん。我らこう見えてね、結構みんな人見知りなんですよ。そう一人一人、みんな人見知りですよね。みんな人見知りなんで。でも私の、ね、なんかね、女友達数名の外人のお姉ちゃんたちに実はサイコさんのファンクラブがあるんです。おぉ、すげえ。なんかデパチのブースで座ってる時に、うん、ちょっと距離を持って見て3人で、あの人結構男前だよねとか言って、男前だよ、男前だよ。最後の挙動がおかしかった。そう、なんかね、ババアが言って、なんか、なんでババア好きですか？よかったよかった。ね、ババアじゃなくておばさん。おばさま。そうそう。ババアっていう。なんか、最後さんね人気だよね。なんか一人はあの人の子供が欲しいとか言い出すし、みんな欲しいと思う。みんな欲しいの、ね、紹介します、繋げますね、ね、種付けお願いします、そう種付けを、ね、種付けダービーダービーサラブレッドをね、そうこの前ね、そうサリコさんに一回注意されたことがあって、なんかあの、ね、あのあれだったんですよ、あのこの間なんかちょっとライブ行くあれがあって用事があって、うん、一緒にで、その後ね、あの渋谷で働いてあの友達のお店にいたんですよ、うん、でその時にね、なんかあのジジイババアの話をしてたんですよねで、そしたら結構ね、あの、その隣にね、ジジイババがいたんですよ。で、それで、隣にね、なんか耳元でね、こそっとね、なんかあの、りょうくんさ、隣にさ、あの、ジジイババいるんだから、ね、あんまりでかい声で言っちゃダメだよ。聞こえるから、あの、ジジイババに。自分で言っちゃったりとかして。そうそうそう、そうですね、ちょっとね、叱られちゃったりとかですけどね、うん。そう。フッカーズもね、やってますからね。パンダさんは。パンダさんは、あの、サイコさんはね。あ、私釣ってもらった、うん、あ、サイコさんじゃなかったかな。あ、やった時、誰に釣られ違う方の人ですかね。方の人に釣られてましたかね。うん、はい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 。そう、私ね、あの、そう、デパートメント H でね、あの、前にね、サスペーションやる時にね、あの、やっぱりなんかちょっと喉乾くから、足が痛くなっちゃった。そうそうそう。私も今腰が痛いです。そう、あの CM 入ったらちょっとポジションチェンジしましょう。そうですね、ちょっと足がしびれちゃって正座してたずや、ね、しかも靴そうそうそう、おじいさんと言われなさい、おじいさんと言われなさい、あーはい、じじいばばね、じじいばばのことをおじいさんおばあさんと呼ぶ、愛はこもってるからね、愛はこもってるよ、だってわしばばに席譲ってすんもん、あ、ばば座れや、いや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 、そんな強めじゃないですよ、じゃでもなんか結構ババババ座っかって座っかって私の席座っかってそう、でもね、なんかババアにたまに拒否られたりするんで、え、そういうとこわかる、ショックでしょ、で、なんか、で隣のね、駅まで来まくって、そう、立ってて、なんかあの、知らない人にね、こう座られちゃうっていうね、切ない経験とかもあるんで、なんか、たくさんで言っとまれてるのとか、なんか、なんかね、でもなんかね、あの、最近はね、あれよ、何も言わないでどいてね、で、ババアにね、優しいから、優しい、安藤優しい、安藤さん優しい、安藤優しいよ、ほんとしかも、なんか一番嫌なのは、譲ってどうぞっつっていいですっつって、うん、その人が立ったままで他の人が乗ってくると、うん、何この女、この年寄りに譲らないでみたいな目で見られて、ああそういうババア嫌い、そういうババア、このババアが座んねえだけなんだよ、言っちゃうもん、このババア座んねえ、おいババア座るかっつって、ね、
だからどのババアでもいいから座ってくれって恥かかせんじゃねえ恥かかせんじゃねえ、お客様にババアはいませんか座らないババアはいませんか座らないババアはいませんかって、ね、言っちゃったりとかしてね。はい、じゃあそんな感じでね、一回 CM 入ります。チャンネルはこのままでね。いい、Robbing and ransacking, I feel walking. Lock your doors now, I hear a knocking. Lock your doors.前と後ろが入れ替わった。そうそうそう、やっぱね、デブだからね、あの下に来るそう座ってるとね、うん、ね、小野さん頭綺麗だな。だ直角じゃないですか、すごい、ね、直角バカにしてんの。バカにしてんの。違う急に怖い怖い怖い、ほら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 してる、怖い歌舞伎町、お酒ってありますよ、ね、お酒あります。あ、取りましょうか。味にうるさそう、ほんともう前のバンドのアーシャの時、俺腕組んで撮ったらさ、もうどうしてもラーメン屋しかないこれダメだな、スキーヘッドあるある、スキーヘッドで硬い人あるある、うん、頭にタオルはやってた、頭にタオルやってたんだ、やってた、やってた、バンダイあったんだけど、タオルに見えちゃう、まあ、天使だ、
グラスもう一個もらっていいですか。あ、そうです、グラス。はい。グラスください。あ、じゃあ、ロックで。お、焼酎ロック。ロック男やね。焼酎ロックは風邪治んないからね。アルコール消毒しとこうかな。あ、なるほどね。大事。飛ばし、あれだったんですよ。あの、親知らず。治療してる。そうね。それは英語で書いてる。そう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 。あのね、ネガティブコメントはね、全部英語にしよう。そう、なんか自動翻訳されてるのかと思うから、でしかもなんか商品が日本語で返してるのが。そうそう。あのね、日本人が英語で書いて、で、なんか外人さんがコメントで、あの日本語で書いてくれる。謎の親知らずって英語でなんて言うの。親知らずはレッスン中です。誰も聞いてない。難しい。イエーイ。まだ今ロック、まあ、ロックじゃない。ロックじゃない。忘年会みたいになってる。水割り。そうだ、忘年会。そうだね。なんかやったよね。やった鍋。鍋やったよね。あ、それちょうど去年やった。そう、去年やったやった。2時間スペシャルなんだね。去年ね、2時間スペシャルなんだね。あ、そう。私はなんと3時間。3時間のところ。お、なんと1時間。いやいやいや。ギュンとギュンとね、内容ギュンとして。お疲れ様です。イエイ。来なかったんだよ。そうそう。また寝坊した。寝坊してね、1時間ちょっと遅れたんですよ。そう、今年もね、1回ありましたけどね、寝坊したことね。来なかった回もありました。そう、寝坊して来れなかった。あの、ルーカスって高いね。そう。来る気ゼロでしたね、あの時。ルーカスって、キスケンさんの時ね。来る気ゼロっていうかね、もう無理だと思った。無理だ。大和市から無理だ。大和市からね。小田急で。そう、小田急線でね、1時間ぐらいかかる。あの時こそ、あの時に一番、りょうさん、助けてーって書いてたの。そう、まあ、すごかったよね。あ、このね、すごい髪の毛ガラガラだよね。でもちょっと絡んでる。ちょっとこれ、トリートメントしてないですよ、ごめんなさい。前が見えてくる。カレンダーは多分髪の毛なんですかね。そうなんですよ。そう。メイデク意外とあんまり喋らない。いや、違うんですよ、ちょっと、あのね、女性が後ろにいると、ちょっとね、童貞力が出ちゃって、いや、そう、しかも足当ててくんですよ、ちょっと。やめて、すぐ、SM 嬢なんでね。だからさ、こうボディタッチやると、すぐ好きになっちゃうから、やめてほしいんだよ、やめてほしいんですよ。童貞あるある、ほんと。童貞あるあるね。しゃべんねん。どうなの今の。いや、違う、コンピューターないですよ。おすすめのピーサロ教えようか。おすすめ、いや、前話したのに。前もなんかピーサロの話してたよね。新しくまた一個できましたね、なんか。何たぶん元ピンサロ店が名前変えて、確かピンキーって、ピンキーってなったんかな、新宿。出て、そこ安いんですけど、ちょっと、あんまりちょっと、あの、あれですね、ちょっと微妙ですね、個人的には。インサロの話なんですよ。インサロの話になるとめちゃくちゃ喋ってた。ごめんなさい。あれ、ピンサロその他の話、あんまり喋ってない。ピンサロ抜いてくれます。ピンサロの時なんか止まんねえ。止まんねえ、そうですね。一番良かったピンサロと止まる。一番良かったのは、いや、あいつは、ドタンダの世界に一つだけの花。そこはよく行く。いや、でもそこちょっと遠いんで、まあ、そこは、あの、なんか大仕事した時とか、そう言って。大仕事的な。自分にご褒美的な。今までやった大仕事とか。例えば、特になんかオーディションで手応えあった時。よかったです、手応えがあった時。今日行こう。メイデクさん、なんかみんながリストしてくれてますよ、おすすめのピンサロ。リスト、かぐや姫みたいな。かぐや姫って、あんまいい噂聞かないけど。ママドールもいい噂聞かない。そう、もう知ってる。すでに知ってる。結構老舗な。そうそう、老舗なんですよ。あとすごいんですよ、大塚かな、大塚に1000円のピンサロができたんですよ。1000円ってやばいね。世界最安値。100円ですよ。ピンサロ芸人。ピンサロ芸人ですよ。
ピザロゲン今まではあの2000円が最安値だった2000円で2回転が1000円で2回転なんですよ。1000円で2回転って何だかその女の子いくらも女の時給いくらなんだって気になる。いやいやいや、女の子まだ2000円の時あるじゃん。働いてる子があのデッドボールってあるじゃないですか。デッドボールみたいな感じでいろんなピンサロ店に働くことを拒否された人たちが働いてるっていう。完全にピンサロ芸人ですね。ピンサロ芸人ですけど。あ、メタルはちょっと入れない。で、ピンサロメタル書道。ちょっと、いやいやいや、一緒になってた、一緒になってた。ユーゲンさんは、でも魔王だから、ソープメタル。あー、ソープメタル書道。一個上だ。ソープのね。一個、二つぐらい上だ。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 ヘルスの上だ。ソープメタル。ソープメタルのね。ソープメタル。ソープメタル。ピッサロメタル。ピッサロメタル。あれ、老舗はクルメ。女子大で、クルメって九州自分の身内です。九州の九州のクルメ。中洲ってどうなんですか。中洲の中洲もまあまあしてんじゃないですかね。なるほど。クルメ回し始めました。 MC として回し始めた。ピンサロの話しかないですよ。喋れねえじゃん。そうだね、ソープわかんない、ソープわかんないから。メタルの話しようよ。せめてせめて。もうなんかこのパッチを全部外してピンサロのあのお店の名前。いや、ダメダメダメ、恥ずかしい恥ずかしい。いわき、いわき、今京奈浜と小名浜ですね。小名浜もちょっと心当たりありますね。お、あ、身内心当たりあります。僕も思いっきり心当たりあるんですか。まあ ID 同じ人ですもん。だって同じ人、そういうことなの。同じ人、同じ人。ママドールも同じ人、同じ人なんで、一人が回してる。一人が回してる。一人ので複数が回してるかも。はいはいはい。一人のアカウントで複数が回してるかもしれない。そんなことってあるの。ただ今日はっきりしたのはメーデー君はピンサロ芸人。まあ、まあ、ピンサロの話しかしない。いや、じゃあメタの話、メタリカ話しますか。話しますか。そこは聞いちゃうじゃん。それは一度確認取ってからじゃない。ピンサロはパーッと喋るの。メタリカは聞いちゃってから。わかんないですよ、わかんない。わかんない、あんま。ニューアルバムあの視聴の YouTube に流れてる2曲だけ。メタルのピザロに金使ってない。メタルが買ってない。買ってない。もうダメだよ、メタル芸人失格です。いや違う、あの年末にあのディスクユニオンが1万円キャンペーンってやるんですよ。その1万円 CD 買ったらポスターみたいな。その時に買おうと思ってるんですよ。そんなね、小さいこと言ってたらメタル芸人名乗りしたくない。真っ先に CD 買わない。メタル芸人、メタルはマシンヘッド、赤赤クリエイター、スクラッチマママ、これ違うと思う、違うと思う、多分まずこれ、これまずまずですか、まずまだまだまだでもなんかスクラッチってバンドとかいそうだし、いそうですよ。メタルっぽくはないけど、サイコフィリーとかロカミリーとか、サイコフィリーとかスクラッチ、あれママドールってあれじゃない、お菓子だ、お菓子、ママドール、あとはママドール、ママで、ママドール。今日の話題は何だって。ママドール、ママドール、ワンマンで、あ、そうそう、ワンマンでね、200個ばらまいて、ワンマンであれ配ってたやつ。ああ、あのあれか、あの下に落っこってたあれ。そう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 、ルートンがね20個ぐらいもらった。帰り際に食いましたけどね。何個出てくんのっていうぐらいね。200個持ってた。200個、すごいな、すごいね。十分の一量。十分の一は意味ないよ。生まれてて持ってないから、生まれてて出てくる。ボイボイ。そうそうそう、潰れちゃってたよ。誰も多分食べないであろうね。だってみんな拾ったやつは、りょうくん拾ったよって。私じゃない。りょうくん。処理係。笑ってて。パサパサになったからね。その後りょうくんがみんなに配って。いや、意味ない意味ないよ。あの足が配る。何なんですか。再利用。じゃあこれあげるよ。え、キュンの話題とかあるんですか、共通のなんか。え、特にない。ないんですか。あ、フリータイム。共通の話題はね。ピンサロの話したら。あ、あれと一緒です。ピンサロで終わった後、名刺持ってきた時、あと喋る会話みたいなもんですね。
すげえな。なんでピザマンションそんなパンパン営業トークしてボケたら滑るってどういうこと。滑ってない滑ってない滑ってない。しかも自慢のピンサロネタで滑るっていう。もうピンサロネタで滑ったらあとないよ。あとない。まあ、ローションかけすぎたんで滑っちゃう。ローションかけすぎる。やっと言ったらね。やっと言ったらいやいや結婚できなさそう。結婚したくないそうでもしたくない。え、でも童貞のアマチュア結婚したら、あ、好きな人できたら結婚したい。あ、それなんか企画やるじゃん。普通の答えだろ。いや、でも少女の子、少女の希望。少女でメタラの希望。少女でだろ、そんなの。アイアンメイデン希望。少女でメタラの方ね、いたらね、ぜひね、メイデン君に犯されてみてください。犯されてメイデン君の童貞と、その少女の童貞を一緒に卒業しよう。少女の少女は少女だよ、童貞ないで。少女の童貞を卒業しよう。少女を童貞。いや、もうやだ、やめだ。いろいろ難しい CM に入りましょう。そんな感じで、チャンネルはこのままで。はい、住田エミリです。ニューハーフのモデルさせてもらってます。はい、ね、ニューハーフのモデルさんですか。何あれ、本当にこれコメントで、あ、打ってた今コメント。え、ありがとう。あれ、今から来てっていうのを聞いてきてくれてる。あ、うん、なんか、私が CM 中に。そうなんだね。え、ありがとう。今度ね、あの、SS っていう番組、明日から始まる SS っていう番組、ね、12月3日土曜日、明日から26時半だっけ。はい、で、あの、東京 MX でやる番組に一緒に出てるんで、そうそう、明日の夜中、何週連続で、とりあえずなんか1年ぐらいやるっていう。そうなんですか。デズッパー。そうだ、でもレギュラーだもんね。そうそう、でも、あの、12月と1月はもう出ることは決まる。生きてる。1年生きてる。でもそうですね、12月3日、明日のオンエア楽しみにしてもらいたいですね。そうそう、ね、全然喋れなかった、あのホストの、ね、子たち。違うのよ、まだもうね、ピンサロの話しかしない。え、何、聞きたい。それ以外はちょっと苦手ですね。ピンサロの話、じゃあどうぞ。ピンサロ、あ、じゃあピンサロが発生して最近ちょっとネットで、あの、無料風俗サイト、何無料、無料風俗サイトってのがありまして、それ見るといろんな風俗の、まあ、ページが見れるんですけど、そこで、あの、2週間に1回ぐらい無料券の募集ってのやってて、そこ応募したら当たるんだって。当たった。3回ぐらい当たりました。無料で行ったの。無料行きました。でも、あの、レビュー800文字書かなきゃいけないんで。800文字めっちゃ書きました。800文字、それは何、あの、無料で行ってから、行ってか、そう、レビューで書かなかったら、書かなかったらもう二度と当たんない。二度と当たんないように書いて、ちゃんと書きましたよ、もうちょっと。そう、素人なんとか、次も当たりたいからね。そう、素人なんとかって店なのに全然素人っぽくなかったよって書いて、それ悪いレビュー、ちゃんとレビュー書きましたよ。800文字めっ
だって原稿用紙2枚だよ。2枚ちゃんと。え、でもすぐ埋まりますよ。あ、ほんと。なんか埋まりますよ。ピンサロスペシャル。ピンサロスペシャル。すごいな。いや、日本にしかないで、ピンサロだって。そうじゃないですか。海外だって、あ、そうなの？海外だってもうそのなんかもうちょっとさ、あ、でもありますよ。すまん、グラスください。メタルが発想ないよ。グラスください。なんかグラス一つください。メタルの話全然してるよ。だってメタリカのアルバム買ってない。買ってない、買ってないです。ここ1年買ってないです。買ったんやつや。メタリカのメタリカは買わないけど、女の子買わない。うまい。うまい。うまいじゃねえよ。うまいじゃねえんだよ。なんだこいつ。ヨウさんの方がメタル芸人。いやいや、メタルの話ばっかしてる。ライブ行ってますよ、ライブ。ライブめっちゃ行ってますよ、ライブ。ライブパーク2日間行った。ライブパーク2日間行った。ジャパニーズアサルト2日間行った。一応ね、一応って言ったら一応って。そう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 。でも浮気者だもん。ね。浮気者ね。え、めっちゃ飲んでる感じですよね。そう、結構みんな飲んでる。みんな飲んでる。私とりょうさんだけですよね。ね、うちらね、シラフバージンドリンク。そうだ、シラフ。うちらバージンドリンクで。バージンじゃないでしょ。ビッグタイムじゃねえ、なんだっけ。あのバーガーキングだ。ビッグタイムって何だっけ。そんな意味なの。自分で来たものの、すごい放り込まれた感がある。異国に放り込まれた感が。あ、でもニューハーフモデルをやってるんだよね。ニューハーフで、普通のモデルやってます。ファッションモデル。承認っていうやつ。承認？あ、ファッションモデル。あ、ファッションモデルね。させてもらってます。ちょっと滑舌がね。裁判がね。手術とかも全部やってる。手術はよく聞かれるんですけど、全然まだ。でも、全然でも。バイだ。そうなんですね。私も元カノニューハーフ。流すよね。私元カノがニューハーフだったから。すごい。もうすごいね。関係が複雑だわ、それは。そうなんですよ。なんかバレンタインに私か職場に花を届けに行かなきゃいけないやつ。定着してほしくないもんね。ラウドパークでピンサロって言われて嫌だよね。え、絶対ピンサロ、ピンサロ。でもね、ラウドパークの時あったの。はい、そう、テロライダー終わってからね。たまたまあってね。私だってりょうさんがノットフェスで結局会えずじまい。会えなかったね。ノットフェス前日あったけどね。そうなんですよね。ここでね。初見もらって。まだ切れない。え、まだ切れんの。氷がもうないっすか。氷がない。あ、そうなんですか。そうそう、乗ったクラウン来なかったんですよね。来なかった。これは多分、あのカウントダウンの時に切る。そういうやつだね。一年のまだノットベースから抜け出せてない。ちゃんと同じですよね。ここらは分かりました。もし明日デパチ行ったら、マンソンコスプレで行こうかな。マリマン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 。
めちゃめちゃな感じ。絶対メタルです。いや、メタルです。メタルの話するじゃん。メタルはしましょうか。メタルしましょうか。メタルの話じゃあどうぞ。メタルはね、あれですよね、あのアイアンメイデンがいい感じですよね。ちょっとしゃべ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 全然続かんいやいや、なんか金サロだったらわーってね、出てくるのやめて、定着させて金サロの話とか面白いやめてください、やめてください、やめてくださ い, ださいそんな金サロがコメント全然ないよ、だってコメント止まっちゃったよ、だってまあ、金サロに行くために毎日ほらパイパンになんだこれ、マジでパイパンにしますパイパンになんだよ、パイパンにするパイパンにするとサービス良くなるんですよ。あ、そうなの。あ、でもそれらしいよ、みんなパイパンにしてます。ピンサロに行くときはパイパンにしよう。よく分かっていけない。普通じゃねえか。メタル好きなピンサロ芸人。メタル好きでピンサロ。メタル好きなピンサロ芸人。メタルピンサロ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 。店やっちゃえばいいじゃん。だいたい EDM とか。ゆうけんさんもあれでしょ。え、似合わないね。EDM とかにかかってるから、侍メタルショー、メタルショー、ピンサロ関係ない。ピンサロメタル、私はロコピーちゃんが2020年にメタル金箔バーをオープンしようっていうのを貯金してるんです。それでじゃあプレオープンでメタルピンサロ、じゃあ呼ばれないよ。プレオープンでピンサロって何だよ。全然業種違うじゃん。おすすめサービスしません。プレオープン、メタル作る人はみんな呼ぶと思うね。なんかね、シラフじゃいられない。関東のもバッチリ。関西メタル好き。書道なくなってる。書道なくなったら何なんだよ。侍メタル。それしか取り柄ないんだから。書道しか取り柄がないんだから。侍メタルピンサロってすごいすごい。誰だか分かんない。侍メタル。しかもドンキの安いやつ。すぐ脱ぐの、もうすぐ脱いじゃう。侍みたいなピンサロ。ピンメタ、ピンメタやってる。ピンメタ、ピンメタ。習字がうまい。ピンメタ芸人。習字っていう。特技習字。習字ってダメ。お習字。で、メタルが好きなピンサロ芸人。ああ、ちょうどいいわ。ちょうどいい。ちょうどいい。でも食べれなそうな、なんかいろんなさ、いっぱいだよ。あれ、エミリちゃん番組やってるんでね、みんなあの、いつも金曜のカオスね、みんな見てくれてる皆さん、あのエミリちゃんあれ、番組名なんだっけ。密着エミチャンネルという名前で番組をさせていただいてるんで、各週で、第2と第4の水曜日やってます。はい、やらせてもらってるんで、また SNS でちょっと調べてください。見てください。MX、東京 MX ね。はい、東京 MX。明日から始まります。26時半から。26時 SS っていう番組です。SS で。はい。SS で。何分間 ?30 分間。30分間。みんなのツイッターチェックしてね。いや、チェックしてみんな。面白い。面白い。面白い。あと7秒。なんかやって。ほら。なんか。ピンサロの高速テクニック。バーッ。また失礼します。ダメだよ、これ。ダメだ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにされ。何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、ガラクタに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。